ネットビジネスにもメンターは必要ですか、というものです。あるアフィリエイトの塾に入って学んでいるものです。ノウハウを学ぶのは楽しいのですが、そこの塾長をどうも信用できません。最初に目にしたところに入ってしまいました。塾長の若者は何かと鼻につく発言が多く説教したくなりますが、どうしてもアフィリエイトで成果を出したいので我慢しています。こんな私でも成果は出ますか。ぶっちゃけアフィリエイトにメンターは必要なんでしょうか、というご質問です。アフィリエイトですね、成果を出している方の中にはやっぱり若い方が多いわけですね。で、若者がね、そうやって塾をやって、今までそう指導経験がなかったけれども成果が出たので塾をやって教えるっていう立場になってるっていうケースが多々あります。このインターネットビジネスアフィリエイトの世界では結構あるんですね。で、そうするとこのメールの方も、50歳前後の男性の方なんですけれども、こんな若造にこんな偉そうにされたくないよっていうような思いがね、出てしまう方がたまにいらっしゃるんですよ。で、偉そうにしてるわけじゃないと思うんですけれども、ちょっと嫌なとこが目につくとどんどん鼻についてしまうってことはあると思うんですね。だからアフィリエイトを学ぶっていう上では若くても先生なので、一応こう先生として尊敬できる人のところで学んだ方がいいとは思うんですが、どうしてもこの鼻についてしまうと何言われても言うこと聞けないんですよ。で、何を学ぶときにも先生の言うことが聞けないと伸びないじゃないですか。ですから、せっかく入った塾ですけれども、その塾のね、アフィリエイトの内容がうんぬんというよりかは、その塾長が信用できないと、どうしても鼻につくというんであれば、一旦そこはね、置いといて、卒業してというか、それはそれとして置いといて、別の、ちゃんと言う、この人の言うことなら信用できる、この人の言うことなら聞けると思うようなところに入り直した方がね、私は早いと思うんですね。じゃないと、いつまでも何をこう聞くときにもそれがこう、ネックになってね、スピードが落ちちゃうんですよ。ね、アフィリエイト、インターネットビジネスの世界っていうのは、スピード勝負なんです。だからそこでスピードが落ちたり生産性が落ちるのは非常にもったいないことなんですね。で、何かこう、形にしようと思うとき、3ヶ月ぐらいで形にしていかないと、ノウハウが変わっちゃうんですよ。で、もうこいつやだ、こいつやだと思いながらやってると、それができなくなりますので、一旦そこはね、せっかく入ってもったいなかったですけれども、後々のことを考えれば急がば回れで、そこは、もう卒業したということで、やめていただいて、他のね、ここならっていうところに入り直した方が私は早いと思います。私だったらそうします。で、あとは、メンターが必要なのかっていうところなんですけど、最近メンターって流行っていて、なんかメンター言ってるんですけど、メンターって別に求めたりこう探したり誰かに頼んでなってもらったりするものじゃないんですよ。自分の準備ができた時にメンターっていうのは自然に現れるものなんですね。だから、じゃあこの人これ今日からメンターと決めてこの人の言うことを聞いていきましょうって決めるものじゃないんですね。だから、ご質問者様がアフィリエイトに対して勉強をある程度進めていって、これからメンターが必要になるというところになったら、自然にそのメンターは現れると思いますから、意識する必要はありません。この人はメンターだから絶対言うこと聞かなきゃいけないとか、塾長だからメンターなんだとかね、多分塾であなたのメンターになりますよみたいなことを言ってるところもあるので、そういうことを塾長が言っているからメンターって言葉は出てきたと思うんですが、もうちょっと鼻についてどうしても嫌だと思う人をメンターとはできませんし、そして学ぶのも非常に効率悪いですのでね、意識する必要ないです。で、そのメンターが必要かどうかって言ったら、いた方が早いです。いた方が早いですけど、それはじゃあいた方が早いからメンターを探そうっていうのは私は違うと思ってるんですね。で、勉強して基礎の部分ができた時に、自然にああこの人の言うこと納得できるな、この人の言う通りにしてみようって自分が思えた時に、その人がメンターとなるというふうに認識してください。その方がね、ずっと早く成果が出るんじゃないでしょうか。ですから、アフィリエイトであろうが、何であろうが、成功を目指すためにはメンターはいた方がいいですが、探す必要はなく、その
必要な基礎知識がついたときに自然に、現れると、準備、あなたの準備ができたときに死は現れるという言葉がありますが、その通りなんですね。ですから意識する必要はありません。ぜひね、アフィリエイトを諦めずに頑張ってやってほしいんですが、嫌なね、この人は嫌だと思うのはもう生理的なものなんでしょうがないですから、まあ、そういう方のところで学ぶのではなく、この人の言うこと聞いてみようと、この人の言うことは最もだと思えるところを探してみてはいかがでしょうか。チャンネル登録はこちら。他にもインスタやツイッターやってますので、ぜひ登録してください。ご視聴ありがとうございました。